レイちゃんありがとう。昨日メイク配信見てよ。今日もちょっとメイクしようかなと思ったんですよ。今まだ何もやっていないから、この状態からやろうかな。ゾッキンさんありがとう。一人焼肉してて、メイクしてるのをちょっと見守ってください。今何時だろう。3時過ぎだ。少々メイクしようかなって、ちょっぴり。こんにちは。あんまりなんかファンデーションはあんま塗りたくはないけど、仕方ない、寝るか。大ちゃんありがとう。今日もリハなんですけど、今日はもう全部やるからね、ちょっとやばいね。こんにちは。寒くなったね。今日はね、そう、全部今日まだ Kセカンドメドレーからそうやるんですけど、まだちょっと埋まってないんだよ、いろいろ。今日だからめっちゃ詰め込んでやる感じだね。なんでちょっと終わるのが遅そうだから、遅そうなのでちょっと、ケイセカンドメドレーめっちゃ良くないですか？私すごい好きですね。すごく好きです。こんにちは。こんにちは。朝から夕方。ね、基本はね、夕方、あ、違う違う、朝からリハあることがあるんですけど、まあね、学校に行ってるメンバーが、まあ、クルタンとかもそうだけど、ヒジリとかもそうなんですけど、学校に行ってるので、やっぱそう、学校に行ってからね来るメンバーもいるということで、ご帰省はちょっと特殊なんですけど、夕方から遅めの、はい、リハになりますね。そう、頑張ってますから、みんなすごい。
恐竜の学業優先。そう、学業優先です。協力、みんなで協力そう、協力です。その代わりゆっくり寝れるっていうね、幸せな。学校に行ってないメンバーもちょっとなんていうの、朝起きなくて済む、あのゆったり起きれるっていうことで、あのとても余裕がありますね、あの心に、はい、余裕があります。でも明日はちょっとコンサートの自主練しに行こうかなって思ってる。頭がちょっとこんがりそうなんで、こんがらがりそう明日は周年のリハじゃない、周年の自主練習行こうかなとか考えてます。そう、夜の19時から神奈川、チーム神奈川で生配信、 YouTube で生配信ある予定なので、皆さんぜひ見れたらお願いします。探しに来てチーム神奈川であの生配信なんですけど、なんかお土産、神奈川のそのお土産を劇場でも売るっていうことで、そう劇場でも販売するんで、そのなんか準備生配信とか、あと T シャツとかキーホルダーまだ売り切れてないので、ちょっと宣伝生配信として多分あの YouTube で生配信させていただく感じにはなるかなって感じです。こんにちは。販売目指してるので、個数もね制限あるから、あ確かにラジオ、うん、全員生配信、あっほぼ全員配信、あ本当？ちょっとね今日はゆっくりじゃない、遅いの、多分終わるの遅いから、そうノープラ全部通してから帰るから、あのそうリハして、そこからまた最後に頭から通そうって言ってるから、ちょっとやばいね、大変です、頑張らなきゃいけないので、今日もファイト。まだちょっと今メイク中です、すいません、お見苦しい姿をお見せしております、すいませんが、うん、愛の瀬戸めっちゃやばい、見てんじゃん愛の里、見てますか皆さん、ネットフリックスで配信されました。
愛の里愛り愛の愛の里見てますか。私めっちゃお気に入りの恋愛リアリティショー版ん恋愛リアリティショーなんですけど、みんな見た方がいいです。面白いよ。愛理の里ではないんですけど35歳以上の人しか出れない恋愛番組、あのテラスハウスあるじゃないですか。テラスハウスって有名、なんか話題になったじゃん前に、昔。それの35歳以上バージョンで、上は上限あんまないと思う。だから結構あの香ばしいです。全体的に香ばしいですね。うん、なんかね、なんか思うんですけど、私なんだろう、年齢が上でも、例えばまあ50代60代とかでも、なんか意外とそうね、なんか精神年齢とかって別になんかそんな上じゃないんだな。特に男性とかは精神年齢低いんじゃないかなって見てて思いましたうん、なんだか精神年齢はそんなに高くない、その年齢と比例してるわけじゃないかなって私はすっごいね見てて思うね。だからあんま年の差とかそんななんか関係ないんじゃないかってすごい見てて思うんだけど、そうそう、うわーもう香ばしいよ。男はいつまで経っても子供だよなんかそう、喧嘩する内容がなんか面白いんだよね。ちょっとどうでもよさそうなことで結構喧嘩になったりするんです。だから大人になっても意外とその精神年齢っていうのはそんなにあれなのかなって、そう、少年っぽいっていうか、なんか子供っぽいところがやっぱあるなと思って、見てほしい。見ないとちょっと伝わんないかもな。男性と女性でやっぱ違うんだけど、そうそう、あ、そう、なんか子供心あるのとかはね素敵だと思うんだけど、いやそうなんですよ。愛理ちゃんの苦手なタイプは、苦手なタイプ、あ、ズッキーさんありがとう。ネットフリ入ってる人は見た方がいい。そう、ネットフリ入ってる人は絶対見た方がいいと思う。そんな感じだよね。なんだろうな、苦手のタイプ、私はやっぱ優しい人がいいので、なんかね、なんかすごい一言多いタイプの人、なんかすごい言い合いになっちゃう人は嫌かも、あんまりなんかやっぱ優しい人がいい、なんて言うんだろうな、うん、すごいいろいろやっぱ私のと聞いてくれる人がいいですね。なんか優しい人がいい、やっぱり喧嘩になっても結局なんか折れてほしいっていう相手に折れてほしいので、そう、すぐ折れますって折
れてほしいタイプ。めっちゃあるんだけど、まだもうアンケート出しました。その内容結構あるというか、すごくね、抜群な感じです。ポストカード付きだって。丸善がね、ポストカードをするっていうことなのかな、どうだろう。すごくある感じになっておりまして、結構みんなのアンケートも載ってるし、読み応えあるかなって思う。うん。よし、いい感じに6割メイクいい感じにできてます。5割かな、5割メイクぐらいかな。あんまりねメイクしたくない。今こんな感じにできました。マスカラをね塗るか問題発生。塗った方がいいかな、やっぱ塗るか。こんな感じです。今待って、ちょっと見えないな、あんまり。
この感じなんだけど、わからない。一番回答多かった、回答量多かったんじゃない？本当？え、そうかな、私が一番多かったかな。風邪は治ったと思う、多分、多分ね、ほぼ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 完治かな。こんにちは。私何時からやったかな。3分くれてる。めっちゃタイプ。本当ですか？本当ですか？嬉しい。季節の変わり目を舐めてたよ私は。今まであんまり季節の変わり目そんな体調崩さないでしょとかなんかそんな感じで思ってたら、季節の変わり目一番危ない季節の変わり。でもあれさ、そんな結構対策っていうかしっかりご飯食べて寝たりしてたんですけどね、なんか防ぎようのない感じではあります。比較的長文。いや私多分一番、そうね、結構長かったね。やはりめっちゃそういうアンケートとかって結構めっちゃ書くタイプなんですよ。読み応えあると思います読んでください、ぜひ。読み応え結構あるかなって思います。体調管理しっかりだね。ですね。こんにちは。ちょっと寒くなってきたからお鍋がね美味しいなって思います。今何度だろう。あ、今18度、20度ないね。今は寒いよね。寒くない？こんにちは。寒いよね、ちょっと寒さある。札幌雪降ってるんだって。あ、そうなの？北海道雪降ってるのか、もしかして。日本そんな寒いんだえ、そちらは何度くらいなんだ。10度切りそうだって。キャー、すごい。もう寒いね。今日もガチいねって。かわいい。ありがとう。ありがとうございます。まあ練習しなきゃな。そろそろ終わろう。皆さんありがとう。ルスツリゾート、え、すごい。雪降ってるところに行きたい今年雪降ってるとこ行きたい。リハ頑張ります。頑張ります。こんにちは。今日は長いな、多分。頑張ろう。じゃあランキング回し。13位コートキさん、12位キムケイさん、11位ソフトテニスさん、10位
ひしみらこさん、9位まっちゃん、8位こばこば、7位やくさん、6位てっちゃん、5位ぞうきんさん、4位フォグピグさん、3位たったんさん、2位ズッキーさん、1位だいちゃん、ありがとうございます。日本酒の品だ確かに日数的に。ではいや北海道とか行きたいなって思うけどね。では行ってきます。リハ頑張ります。今日も一日というか遅いけど夜まで頑張ってきます。バイバーイ、頑張るねー。